V8 と V12 が選べた静漢で優雅なクーペ。静漢で優雅なスタイリングに身を包んだ。2代目の C215 型メルセデスベンツ CL クラス。いくつかの弱点を見逃せるほど、今でもその容姿には訴求力があると思う。当時の S クラスをベースに生み出され、他に類を見ないほど上質に道を進んだ。 この C215 型が発表されたのは、1999年のジュネーブモーターショー。先進的なサスペンションを標準で備え、新世代といえる上級なドライビング体験を提供した。それはアクティブボディコントロール ABC と呼ばれる技術で、ボディロールを抑え込み、快適性や操縦性を向上。 安定したコーナリングを実現しつつ、優れた乗り心地を両立させ、運転中の疲労を低減していた。しかし、アキレス腱でもあった。エンジンのラインナップは魅力的。初期型の CL500 は 306PS の自然吸気 V 型8気筒を、CL600 は 367PS を発揮する自然吸気 V 型12気筒を、 積んだ。どちらにも AMG 仕様が存在し、CL55 は 360PS。CL63 では 440PS へパワーアップされている。いずれのエンジンでも CL の見た目にふさわしい。ラグジュアリーでコンフォートな質感でドライバーを魅了した。ベーシックな CL500 でもパワー不足は感じないだろう。 たくさんの最先端技術限定の F1 エディションも、2002年にフェイスリフトが施され、CL600 はツインターボ化で 500PS へ増強。CL55AMG もスーパーチャージャーで下級し 500PS を獲得した。最高出力では CL600 と同等だが、より豪快に回りスポーティーさでは勝る。 2003年には最強の CL クラスとして CL65AMG が登場 V12 ツインターボで 611PS という圧巻の能力が与えられているその当時はサルーンの S65 と並びメルセデスベンツが量産した過去最強モデルに君臨した普段使いが前提となるこの価格帯のクーペを選ぶオーナーを満たすべく 最先端技術もふんだんに盛り込まれている。スタビリティコントロールやラクションコントロール、ブレーキアシスト、空気圧監視システムなどで、安全性が担保されていた。インテリアは全面がレザーで覆われ、美しいウッドパネルがあしらわれ、高級感も非常に高い。当時は新しかった、キーレスエントリーも装備されていた。 リアシートの空間は限定的だけれど CL55AMG は2000年に F1 のセーフティカーとして活躍しているそれを記念した55台の限定仕様 F1 エディションが発売されている英国にも少数が上陸したこの F1 エディションでは一部にベンチレーテッドセラミックブレーキとスポーティーなシート AMG ステアリングホイールなどが与えられている。ダッシュボードに F1 リミテッドエディションと記されているから、見分けやすいはず。新車時代の車の話の評価は、乗り心地は最高。CL500 は路面の不正から乗員を見事に隔離してくれる。しかし、メルセデスベンツに、 期待する圧倒的なボディー剛性までは得られていないようだ。そのわずかなヒントが監視される。とはいえ、ほぼすべての条件で CL500 は、見事に能力を発揮する。素晴らしい直線加速を生む動力性能に、優れたシャシーが組み合わされている。最高に洗練されたスーパークーペと言っていい。 2000年6月14日、オーナーの意見を聞いてみる。スチュアート・タラント氏、1年落ちの CL500 を購入して以来、これまで16万キロメートルを走りました。他のメルセデス・ベンツも乗り継いでいますが、CL ほど感銘を受けたモデルはありません。見た目も乗り心地も素晴らしく、 高速道路では驚くほどスムーズです。しかし、整備にはかなりの費用をかけています。ガソリン代も相当なものです。完璧とは言えないでしょうね。状態が悪い例は、お金が飛ぶように消えるかもしれません。注意してお選びください。購入時に気をつけたいポイント。サスペンション。 C215 型の最大の弱点となるのが、最先端だったアクティブボディコントロール、ABC、サスペンション。正常に機能すれば素晴らしい装備だが、信頼性は高くない。修理には相当な金額が必要になる。相互接続された前後左右4本のダンパーへかかる油圧を調整し、 安定した姿勢制御としなやかな乗り心地を叶えている。車高も自動調整され、高速域では 25mm 下がる。不具合に悩まされたというオーナーは、少なくないため、事前に動作は確認したい。エンジン V12 エンジンの場合、一部でオイルクーラーのオーリングが劣化しやすく、オイル漏れしがち。 ロッカーカバーからもオイル漏れしやすい。バランサーシャフトに不具合がないか事前に確認しておきたい。V8 エンジンはツインスパークで、プラグとコイルパックは16本必要になるが、さほど効果ではない。V12 エンジンは12本で済むが、かなり高い。プラグを交換すると不具合を招きやすいという報告もある。 トランスミッション AT の速度センサーの異常で変速しなくなる場合があるエンジンの警告等がその不調を教えてくれる後期型では修理キットが提供されているものの初期型では新しいバルブボディへ交換する必要があり高くつくボディ各部の雨水の排水口がきれいなら丁寧に整備されてきた証拠 詰まると水が車内へ侵入してしまう。C215 型のボディは錆びることがある。リアフェンダーやドアの下部、リアガラスの周辺、トランクリットのエッジなどが弱点だ。電気系統 ECU などの主要な電子頭脳は、助手席の足元付近に集結している。ここが湿っている場合は、電気的な不具合を招きやすい。 エバポレーターの温度センサーが水の侵入などで不調になるとエアコンが故障する事前に正常に動くか確かめたい知っておくべきこともし興味を抱いたのなら信頼性の低さと維持費の高さをあらかじめ理解しておきたいガソリン代もかなりの金額に上るはず C215 型はすでに登場から20年以上が経過し、メルセデスベンツは補修部品を取り揃えていない可能性が高い。部品が見つかっても配送に時間がかかり、かなりの金額になるだろう。小さな部品の不具合でも修理できないと、維持自体が難しくなることも、英国ではいくら払うべき ?3500 ポンド、 約56万円、4999ポンド、約79万円。見た目の良い CL クラスを英国では狙えるが、状態は怪しい。整備代を踏まえて、注意して選びたい。5000ポンド、約80万円、9999ポンド、約160万円。走行距離が短めの、 状態の良い CL クラスが英国では出てくる。マイナーな部品交換等は必要だろう。予算の範囲内で可能な限り状態の良いものをより抜きたい。1万ポンド、約161万円以上。英国に現存する最良の C215 型を探せる価格帯。走行距離は短く、不具合はすべて修理済みなはず。 メルセデス・ベンツに詳しいショップから購入したいところ。英国で掘り出し物を発見。メルセデス・ベンツ CL500 登録2001年。走行距離7 8 0 0トル価格7975ポンド約128万円。走行距離が短い日本から英国へ並行輸入された CL。 ディーラーでの整備記録が10枚残り、このブランドに詳しいガレージが販売している。写真を見る限り状態は良さそうだ。ブラックレザーのインテリアは美しくツヤがある。シートヒーターやサンルーフなど装備内容も悪くない。